2021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。今回8月3週からですね、夏競馬後半ということで、ぜひお楽しみください。ツイッチアカウント、ツイッチで配信しております。アーカイブは YouTube、またですね、旧ツイッター X のアカウントを持っております。チャット欄に記載してますので、ぜひご覧くださいませ。では早速いきましょう。レース、カレンちゃんの勝利嬉しかったですね。さあ、いきなりゴールドシップ登場です。ゴールドシップ2番人気、1番人気コーティアスブレイブ、なんだこれお前、コーティアスブレイブ107、ゴールドシップ118、勝てるんじゃないの普通に。ゴールドシップまだ3歳ですからね。コバ相手に、どのような勝負ができるか、いきましょう。レースです。サートア競馬場 G1ソードダンサーステークス、芝 2400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはデビルドライン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくデビルドライン行きました。続いて前へ行くのはボーラスマリン、さらにはサブシンキング、11番オレンジエイトラックス、その後ろデビルドライン先手を取りました。大きく離れました。スナークエピセット、これに続くのがゴーティアスブレイブ、その外からアライルファッション、ゴールドシップ、この位置です。その隣にウィッシュアークトゥルス、すぐ後ろにトランクイリティローマ、その後ろからはノーストロベリー、その外にトールエイコーン、ピンクの帽子ビッグブルーキトゥン、その後ろしんがりからステートリービクター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。混合デビルドライン依然として先頭、リードは1馬身から2馬身オレンジエイトラックス、それに続きます。そして大きく離れてサブシンキング、この位置です。並んで足毛の馬体、スナークエピセット、これに続いてアライルファッション、ウィッシュアークトゥルス、そのうちに続いています。その外にビッグブルーキトゥン、並んで12番オーラスマリン、その横にトランクイリティローマン、ノーストロベリー、この馬もこのグループ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてデビルドライン、デビルドライン、さらにリードを広げます。2番手はオレンジエイトラックス、間を挟んでツナークエピセット、3番手ゴールドシップ、どこだ、内か、いや中だ、今伸びてきてる馬だが、でもビッグドゥーキトゥンが強すぎるな。残り 100m、 とてつもない強さ。2番手はゴールドシップ、ビッグブルーキトゥン、届きませんでした。ビッグブルーキトゥン完勝。2着はゴールドシップ、3着にコーティアスブレイブ、勝ったのはビッグブルーキトゥン、見事な勝利です。ビッグドゥブルーキトゥンの方が強かったか、惜しかった。いい背、この馬自身はいい背足出してくれたんですが、なんせビッグブルーキトゥンの方が早く仕掛けて、背足も鋭かったんで、その分しっかり負けてしまいましたね。
では気を落とさず行きましょう。モーリスドギー賞ブラックキャビア1番人気、レーティングも133で他の馬は120すら行ってないので圧倒してますね。もっかのライバルはゴードンライドパイロンかな、リトルブリッジとなっております。ではレース行きましょう。ドービル競馬場 G1 モーリス・ド・ギッショ芝 1300m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メイテッドブレス、これは好スタート。リトルブリッジ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくメイテッドブレス行きました。続いて前へ行くのはリトルブリッジ、ゴースタルリスキー後方から、それでは先頭からスウォードフローレンス先手を取りました。その外からリトルメイテッドブレス、その外にロデリックオコーナー、少し開いてリーサルフォース、好位置をキープしています。ブラックキャビア、その外にスポーティングプレミエール、さあ先頭は依然として2番スウォードフローレンス、まだ粘っています。ブラックキャビアどこだ、ほとんど差がありません。ロデリックオコーナー3番手、残りあと400m、長い直線、いい末脚、日曜王者の争いだ、あと 200m、 ブラックキャビア先頭だ、ブラックキャビア一気に抜け出しました。独走体制か、2番手はゴードンドーラー、圧勝です。ブラックキャビア今ゴールイン、段違いの強さです。2着はゴードンロードバイロン、3着にリトルブリッジ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや強かったですね。ブラックキャビア、ゴードンロードパイロンらを打ち破りました。 G1 5連勝次です。ジャックル・マロア賞型のツイッターです。1番人気116か、110を超える馬はいません。このチャンスあるんじゃないでしょうか。ジェスターぐらいかレースです。ドービル競馬場 G1 ジャックル・マロア賞芝 1600m マイル戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはフォーエバージェセタープロバブルウィットネス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプロバブルウィットネス鼻に立ちます。その後ろからはフォーエバージェセタープ、この馬も上がっていく構えです。さらにはハーバーフェイバリット古豪イエローサドルス、その後ろ先手を取ったのはプロバブルウィットネス、これに続いてアストニュミディ、その外からカスタンボン、これに続くのがステラカンパニー、ウィングブロークン、そのうちに続いています。
その外にビッグサーフサイド、内からはスポークンクレーム、その外にドライアムファントクリーナー。少々スローペース、うん、後方の馬は届くでしょうか。肩のツイッター後ろから、その外にツイッター後ろからか、あまり後ろすぎるとちょっと届くかどうか不安です。後続を引き離す2番手はカスタンボール。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。プロバブルウィットネス先頭。さあドライアムファントクリーナー、どこにいる。ツイッターは内だ。先頭は変わってドライアムファントクリーナー、伸びきれない。内から一気に肩のツイッター、ドライアムファントクリーナー。3着か。ドライアムファントクリーナー1着、2着にはどうやらフォーエバージェスター、3着に肩のツイッター。勝ったのはドライアムファントクリーナー、見事な勝利です。さあ次行ってみましょう。あ、関谷記念天野はやぶさ一番人気です。ミットーラですね、本種本命は。ダイジェスト、新潟 G3 関谷記念芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天野はやぶさ先頭、残りあと 400m、ね、長い直線、ここからどうか。天野はやぶさ先頭、残り 200m。 さあ逃げ切れるか。後ろからなんか来てるぞ。当選レーブ、ちょっと足が鈍ってる。当選レーブ、かわす。当選レーブ、かわされた。2着にはどうやら天野はやぶさ、3着にダンスファンタジア、見事に勝ちました。当選レーブ。あー、のどなりだ。直したい。小倉記念天の海猿ですが、4番人気か。1番人気は当選ラーですね。本心も本命です。ちょっと厳しいな。ヒムロダムールも行って、ウィンバリアシオもいるからな。ダイジェスト、小倉競馬場 G3 小倉記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。トレイルブレイザー頑張ってますが、内から加えている。ウィンバリアシオン、トレイルブレイザー先頭。ウィンバリアシオン、かわす。ウィンバリアシオン、ウィンバリアシオンだな。3着か4着か。見事に勝ちました。ウィンバリアシオン当選だ。乾杯です。当選だ、乾杯だ。さあ、海外4レース、そして札幌記念3頭出しです。トゥルス、フィッツ、アリエッティ。海外はロンツデールだけは G2、 あ、これステイヤーズのレースですね。他はみんな G1 アメリカで行われます。ケイオンが4勝、ブルーレイが6勝、この辺は AKB が3勝、みんな大事なレースです。やりましたね、ゴードン・ロード・バイロンとライバル関係を築きました。全然ゆるゆり、全然売れてない。
まあここにいるってことはそういうことなのかな。1月の4週だったな。ゴルシーが次菊花賞か。菊花賞でいいでしょう。まだまだ先、ゴルシーには先があります。せっかくは頑固だからな。ブラックキャビアやってくれましたね。もう15勝。力強い勝ち方だったな。ちょっと次はスプリンターズか。まあ2周放牧してその後決めましょう。そして、ツイッターは3着か。ツイッターまだ1勝しかしてない。勝てるレースをしっかり勝っていくしかないですね。問題はツイッターちょっと大丈夫かなっていうとこですよね。寿命的なものが。まあでもこちらもやっぱり2周放牧してローテ決めるしかないっていう状況。なんせのどなりですからね。しまったな。あと1回か。サマのハヤブサ惜しかった。次は神戸新聞杯。これ3歳馬だったんですね。まあ行ってもいいでしょう。距離は大丈夫。海猿は新潟記念か。大丈夫かな。これ5000万だしな。健康 F 柔軟性 G だからな。スピードも上げなきゃいけないし、ちょっとこれはなんですね。新潟記念じゃなくてもっと後のレースでいいんじゃないかな。距離的には1008の2000か。違う。セントライトとかいるけどちょっと距離長いんだよな。ダートはダメだから、ヘチョウカン、いや、オクトーバーステークス、これに登録しましょう。でもアンカツが被るよ。アンカツコーフィールド入れるのか、オルフェーブルで。オルフェーブルもキングダ取ってますからね。まあしゃあない。それなら竹豊でここだけは頼みます。乗り換わりになっちゃうのがね気になりますが、でもそのためにアンカツを変えるかな。それならばアンカツじゃなくて若手にチャンスあげてもいいんじゃないかな。松岡くんで、オルフェーブルやったっけ。安藤騎士戻しましょう。ブルーレイは有力馬の一頭ですね。まだまだ足りない。三浦康生騎手ようやく100勝なんですね。通算 G1 10勝だけど、あ、型のフェイトにも乗ってる。お、天野ワンツースリーのチャンス。想定内出てきますね。スノードワゴンと対戦です。セクテータリアートステークス、天野 AKB 一番人気。
AKB123 か、他が110超えないんで、ここもしっかり勝っていきましょう。レースです。アリントン競馬場 G1 セクレタリアートステークス芝 2000m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、シルエットトゥーレ前に行きそうです。ソマリレモネード、それに続いていますギムレットドリマー、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からアウターグラディオラス、先手を取りました。 G13 勝アマノ AKB 2番手を追走しています。並んで11番、ゼイラーアリエン、すぐ隣にイングリッシュランプ、スリップストリームロール、それに続いています。すぐ後ろにシルエットトゥーレ、黄色の帽子、パーティングブーケ、その後ろ、その横にサマレックスシナモン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。オープスプリングピクシー、すぐ後ろ、内からはカフスサーキット、すぐ後ろにマニナロンドラ、その隣にソマリレモネード、その外にシェリフズランド、最後方にギムレットドリマー。各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭から5番アウターグラディオラス、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてゼイラーアリエン、大きく離れましたパーティングブーケ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてアウターグラディオラス、2番手はゼイラーアリエン、4番手ですね。一気に先頭を伺う、絶好の手応え。さあ天の AKB 先頭を立ちました。集団も追い上げにかかります。日米王者意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭は天の AKB、 勝ったでしょう。これは完全にちぎれた、もうぶっちぎりだ。強い天の AKB、 この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はカプスサーキット、3着にソマリレモネード。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天の AKB。 まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧倒しましたね。これ G1 を積み重ねて、しかも大舞台を手に入れました。次です。ビバリーディーステークス、型の軽音1番人気、軽音123、ハーモニアスとウィンターメモリーズですね。脅威になるのは他デームセーバーもいます。先行策でレース行きましょう。アーリントン競馬場 G1 ビバリーディステークス芝 1900m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはウッドスタンドブルックス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウッドスタンドブルックス、花に立ちます。その後ろからはネバーテンダーフット、この馬も上がっていく構えです。コンサルタンツペアリー、後方から先段付け、ま、前の方行きましたね。ウッドスタンドブルックス3番手すぐ後ろ、好位置をキープしています。型の経緯をすぐ後ろにネバーテンダーフット、さらにはガバメントメーカー、その隣にオパールコスモス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ隣にザッツアスクワートル、その外からデイムセイバー、緑の帽子ゲームガリバー、その後ろ、これに続くのがフィンランドサイド、並んで G1 馬ハーモニアス、すぐ後ろにコンサルタンツフェアリー、並んで11番ウィンターメモリーズ、最後方にエリザベスウォール。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ3番ラフィング、ラフィング後続を引き離します。2番手はさあまた上がっていく、ネバーテンダーフット、なかなか力強い上がり方、いい位置です。さあここからどうか、最終コーナーをカーブして、いやでも前の馬しぶといが、ラフィング先頭、あと200m、先頭に踊り出た。先頭は依然としてラフィング、ラフィング粘っている、迫る肩のケイオン、なんか後ろから来ているが、ガンとか勝った。着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。危なかったです。肩のケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
ラフィング貸すのに苦労した上にウィンターメモリーズも突っ込んできましたからね。後ろよく勝てました。片野慶應 G1 2連勝となります。おー、こちらも大舞台を獲得ということでいいですね。そしてアリントンミリオン天野ブルーレイは一番人気、ポイントオブエントリーイマジンフォートあたりかな。まあこちらは安心できないですね。あとリトルマイクあたりの3頭がライバル馬となります。ブルーレイの戦法が追い込みなのも不安です。不良馬場ですからね。レース行きましょう。アーリントン競馬場 G1 アーリントンミリオン芝 2000m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。 6D ラウンド好スタートを切りました。ゲットストーミー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく 6D ラウンド行きました。続いて前へ行くのはゲットアップリーズニング、サムコロネット、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。リトルマイク先手を取りました。ゲットストーミーその前に進出、その後ろからはポイントオブエントリー、その外に 6D ラウンド、これに続くのがインパーフェクトチャイムス、並んで1番ゲットアップリーズニング、その横にクレードルケール、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外からソルトイラストリアス、内からはマーケトリーコーラス、オレンジの帽子イマジンエフォート、その後ろシュワフリマー、この馬もこのグループ天野ブルーレイ、後ろからになりました。その隣にフリーグロース、いつもよりは1位前だけど、雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。この展開は良くないですね。レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、この辺りで各馬第3コーナーの動かない可能性はあるな。さあ先頭は依然として13番ゲットストーミー、2番手はリトルマイク、リトルマイクが先頭を伺う。さあここから思い切って仕掛けていく、届くのかどうか。果たして届くかどうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はポイントオブエントリー、ポイントオブエントリーだ。ちょっと届くのか。2着が精一杯か。先頭はポイントオブエントリー、1着でゴール、2着は展開が向かなかったのかもね。マイク勝ったのはポイントオブエントリー、見事な勝利です。まあ、よく2着まで持ってきたけど、やっぱここが追い込みの不安定なところ。ロンズデールカップ天野ニコニコ1番人気132、2番目に続くのがグリーンムーン、フェイム&グローリーあたりなんで、まあ抜けていますね。長距離得意ですし、天野ニコニコ勝って、あ間違えた。こちらイギリスのスタートしました。インキーギムレット、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してインキーギムレット G2 だからダイジェストは良かったんだが、その後ろからはインペリアルモナーク、この馬も上がっていく構えです。さらにはゆっくり見ましょう。混合イリディウのウィナーズ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。インペリアルモナーク先手を取りました。そして大きく離れてグリームーン、この位置です。その隣にディバインルーベ、天野ニコニコ、いい位置です。その外にスプラッチネイティブ、黄色の帽子レイシザラ、その後ろ、その後ろからはコールザサティスフィー、並んで1番オイスタースプーニー、その外からシエラセンテンス、これに続くのがトロットアビシニア、並んで7番アルバニーウィッチ。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。コモドールチャーター、この馬もこのグループしんがりからオンスマージン、中段や後ろ内に控えてますね。もう一度先頭に戻りましょう。2番インペリアルモナーク、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身インキーギムレット、それに続いています。これに続いてディバインルーベ、大きく離れましたイリディウのウィナーズ、並んで11番グリーンムーン、その横にフェイム&グローリーデイシザラ、それに続きます、並んで16番シエラセンテンス。
並んで9番スクラッチネイティブ天野ニコニコ後ろからになりました。その外にコールザサティスフィー並んで13番トロットアビシニア、すぐ隣にアルバニーウィッチ、さあ間もなく第4コーナー、並んで1番オイスタースプーニー、最後方にオンスマージン、もう一度先頭から2番インペリアルモナーク、依然として先頭2馬身から3馬身のリード、間が空いてピンキーギムレット、ディバインルーベ、それに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。そして大きく離れてグリーンムーン、この位置です。並んでまだうちにいますね、後方のネイティブすぐ後ろ、ここへバグンが少し離れてばらけます。続いています。さあ先頭の馬追い出した、赤の帽子天野ニコニコ、さあニコニコ突っ込んできてんじゃないの、もう先頭だ、日曜王者の争いだ、残り200m、 後ろから来ているぞ、今度は天野ニコニコ、2番手はフェーム&グローリー、天野ニコニコ先頭だ、勝ちました。天野ニコニコ1着でゴール、2着はフェーム&グローリー、3着にグリーンムーン、天野ニコニコ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。G1 2連勝ということで、重賞2連勝か。クローバー賞ロゴタイプと凱旋なでしこ、これ飛ばしましょう。あ、ロゴタイプ勝ちましたね。薩摩ステークスに天野ドラッカー、抽選を乗り越えて出走4番人気、1番人気はオリーブオマールみたいですね。天野ドラッカー丸が最高の印か。あ、差しの方がいいんだと言ってもな。まあダイジェストいきましょう。小倉三勝クラス、薩摩ステークスダート 1700m です。さあ短い直線に入って、あ、でももう先頭を踊り出ようとしてますよ。先頭外から東証スイング、天野ドラッカー先頭抜け出した。2番手は東証スイング、天野ドラッカー勝ちました。2着はオリーブオマール、3着にシンボリタイト、見事に勝ちました天野ドラッカー。これでオープン特別にオープンクラスに進出です。そしてさ、あ、北九州記念か、天野想定内出走です。1番人気グリグリですね、印はスノードラゴン、カラフルデイズぐらいか。ダイジェストいきましょう。小倉 G3 テレビ西日本賞北九州記念芝 1200m の電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。スノードラゴン先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。あ、でも届かない、天野想定いない、先頭はスノードラゴン、スノードラゴンやられた。天野想定いない、3着にアーバンストリート、見事に勝ちましたスノードラゴン。そして札幌記念で3頭出し、フィッツが、天野フィッツが1番人気、2番人気天野トゥルース、天野アリエッティは5番人気ですね。クラブは凱旋赤壁をはじめ、クラブは3頭出ております。3番人気はロジユニバースか。印の本正面は天野トゥルースになります。G ユニが有力か。さあ先方もう見ないといけない。ちょっとみんな後ろに行き過ぎだな。ダイジェストいきましょう。札幌 G2 札幌記念
芝 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天馬ブラビ先頭、内からロジユニバース、ロジユニバース、抜けたアマノフィッツ、アマノフィッツだ。1着2着は微妙です。アマノフィッツ見事な勝利です。締まらない勝利だったな。でもいい末脚でした。アマノフィッツ一番人気答えましたね。ノートゥルース、アリエッティは大敗ですか。ローカル、そんなにいらん。大量出走です。この週はコパノリッキーとか、そうですね、2歳の馬も出てくる時代ですからね。ケイオンがラフィングとライバル関係。少し離れますのでお待ちください。お待たせいたしました。では再開いたします。とりあえず ローテをやっていかないとな。日陰が、問題なし。丸森が今週、トレブがデビュー、小玉でしょうが9月、あ、これも出るんだ。そしてコパノリッキーですね。なんか通用しそうな気がするんですけどね。でジェンティル女も3歳か、3勝を挙げております。ここはしっかり勝ちたい。これ終わったら次は秋華賞です。アリエッティはローズステークスに向けて、でも一周放牧ですねこれ。
全然秋華賞も戦えますからね。はい、G2 なんだ。まあ段階を踏んでっていうことなんでしょうけど、トラッカー次どうするかですね。まあいいとは思いますけど、ちょっと微妙に距離が長い。放牧はするとして、ダートか、あ、こっちのリリースプレデュードの方がいいけどな。テレハイとかもあるな。オーバルスプリント、アクサンダー商店あたりだな。まあシウスステークスはグーも出ますけどね。ひとまずオーバルスプリントあたりに出ていきますか。これでどこまでやれるかを見たい。ゴルシは次も菊花賞ですね。で、ヤマガールがメートロン、うん、なんか調子落ちてるぞ。ちょっと良くないな、これ。ヤマガール5。どうしよう。これは無理に出さん方がいいっていうか、帰ろう。一旦放牧です。蓮舫ポートシルド賞大敗。さっき2周がこれか、メートロステークスか。この前に出していいのかちょっと考えどころ。まだ国内ちょっと専念させたいですからね、本音としては。ちょっと触手動きそうなとこなんですが、普通に系をオータムハンデでいいかな、予定通り。でマイガールは新潟記念か。ファンケル、一周放牧で、オルフェーブルはなかなか勝ちきれない。まあとはいえもう金札獲得してるからどうでもいいんですけどね。二周放牧で、インサイトがパシフィッククラシックですね。まだ2勝か。ハイホンはアイリッシュチャンピオン、牝馬ですよね。1000、2100、2000は微妙に長いよな。それならばメンバー次第なんですよ。でもそんなに強くないメンバーは、ただやっぱり長いな。なのでそれがメートロンの方に切り替えます。iPhone ってこれ、ああそうか、 iPhone 金札獲得してるからあんまり出したくないのか。オムニットイタジャラがいるやん。こっち出さなきゃな。ね、男がスタルってやつですね。近畿知らなきゃ男がスタル。女じゃないよ、近畿知らなきゃ女じゃないよっていう感じですが、ソバリヌネが日テレ杯か。これは芝をダートを両方いける。本当はいない休ませるんだけど、
これチャンスですね。メートロンに入れ込みましょう。日程ね、範囲出すかどうかはまた決めましょう。カレンちゃんは短距離戦だからこれでよし。ただちょっと嫌だな。まあ出すんですけどね、調子が下がってきました。今のグーな、どうしよう。ああいいのか、これは一周放牧して構いません。でアラフォーも、アラフォー勝ってないんだ。なんかアラフォーが勝負してもいいかもしれないよね。だが、キンランドやめよう。アラフォーだったらチャンスあるだろう。これでいきます。心象悪くしてもこれでいいや。2勝ですね。メイトがレディースプレリュード、キャンキャンが5勝か。まあNLループは、NLループはまだ一勝もしてないのか。そしてスマートファルコン、 BC クラシックか。ん？知らないのか。走れるレースがあるのか。賞金稼ぐレースには出たいですよね。やるとしたらこの辺とかか。でもメンバー軽いよな今のところ。だからちょっと様子は見たいとこですね。逆に言ったら今が一周休ませるチャンスなんで、一周休ませましょう。大丈夫かな、バーデン大将。まあ出すしかないんですけどね。そして想定内、想定内は一勝もしてないんだ。ちなみにここに出せます。ここもあるけどちょっと距離が長いよな。やってみるか一回。ババア不利って言われてますが、やってみましょう。でも北九州スノーターゴにも負けてるんだけどな。なんだろう、洋服ですか、トゥーザワールド。
プライオリスステークス、天の蛇ロテ2番人気、接戦ですね。あ、まあ G2 だからな、これダイジェストでいきましょう。サートア競馬場 G2 プライオリスステークス、3歳限定ダート 1200m 電撃戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あ、バグに揉まれてる。外からマイミスオーレビア、残り 200m を通過して、あ、でもまあ伸びてはいるけどじりじりとしか伸びてないからな。抜けたジュディザビューティー、差し切ったジュディザビューティー、1着2着にはどうやらパーフェクションズタッチ、3着にマイミスオーレビア、勝ったのはジュディザビューティー、見事な勝利です。4着でした。さあ、ホープフルステークスアメリカですね。コパノリッキー出走、2番人気、1番人気はクエーカーパーチ。ちょっとメンバーがきついな。まあ、未知数、まあ、2歳馬だからな。未知数っていうとこですよね。先方このままで行ってみましょう。ダイジェストです。サートア競馬場 G1 ホープルステークスアメリカダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭ではない、先頭、いや、むしろ内から先頭に踊り上げようとしている。コパノリッキー、しかし残りわずか、2番手は粘っている、後ろから来ない、先頭だ、やりました、勝ちました。2着にはしぶといです。オーバーラケット、3着にハイランドクレッセ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや、挑戦してよかったです。バレリーナステークス、アマノラキスタ1番人気、110いく馬ないですね。レースいきましょう。サートア競馬場 G1 バレリーナステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ブルーピードール前に行きそうです。アマノラキスタ、それに続いています。さらにはパリスサーテン、14番、ウォーターサバナ、その後ろ、先頭はアマノラキスタ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その後ろからはゴーイングソーラー、その外から応援ケース、その隣にフェルガーナスワップス、すぐ後ろにスティップルルネ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭ですね。先頭は前として1番、アマノラキスタ、内枠を利している。パリスサーテン、フェルガーナスワップス、3番手さあアマノラキスタ、逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。勝てればでかいんですが、アマノラキスタ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者、あー、でもさあ詰められている。アマノラキスタ先頭、残り 200m を通過して、粘ってるがまだ一気にブルーピードール、ブルーピードール、ブルーピードールにかわされた。ブルーピードール、ブルーピードール、1着2着はアマノラキスタ、3着にプラムプリティ、勝ったのはブルーピードール、見事な勝利です。その他の馬には勝ってるんだけどな。
パーソナルエンスステークス天野キャンキャン一番人気です。ようやく本格化してきた天野キャンキャンですね。レースを無駄にしたくない。サーター競馬場 G1 パーソナルエンスステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはイマジニングトレイル。スタート良かったですね。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してイマジニングトレイル花に立ちます。その後ろからは天野キャンキャン、この馬も上がっていく構えです。さらにはレーシングジュロワ先頭立ちましたよ。その後ろ天野キャンキャン先手を取りました。そして大きく離れてビショップファイナンス、この位置です。並んで古豪ティズナウモンズーン、すぐ隣にソルシルエット、インクルードミーアウト、この馬もこのグループ。その横にカントリーセプテンバー、すぐ後ろにビショップインテンション、黄色の帽子バータークラウズ、その後ろその横にオマージュタラート、オイスターコンサーン、すぐ後ろ最後方にピースノートブック。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでイマジニングトレイルズ、先頭に変わりました。天野キャンキャン、キャンキャンも外で間を挟んでビショップファイナンス、さあ先頭へ。さあ天野キャンキャン、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続追撃はどうだ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。内側方が怖いか。先頭残り200m、天野キャンキャン来ないですね。勝ちましたね。2番手はレーシングジュロワ、天野キャンキャン、この馬で決まりか。勝ちました。ゴールイン。2着はレーシングジュロワ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野キャンキャン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キャンキャンとか姉キャンになってからやっぱり勝ってきましたね。 G1 2連勝。あ、スタート、まあいいんじゃないでしょうか。さあ、デルマオークスです。ジェンティルドンナ出走一番人気、ライバル馬カルパーニアサンセットも出てきます。この返り討ちにする一戦ということですね。なるべくライバル倒すと繁殖で有利になるんで、しっかり勝っていきたいところです。レースいきましょう。3歳牝馬限定デルマオークス、デルマ競馬場 G1 芝 1800m です。ジェンティルオンな出走です。こちらアメリカのデルマ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバイスプローブ、オーバーシカラード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバイスプローブ花に立ちます。その後ろからはオーバーシカラード、この馬も上がっていく構えです。さらにはインポートグルービー、無敗のプレザントアクト、その後ろオーバーシカラード先手を取りました。これに続くのがノーカダンス、その隣にドライヤードトゥース、その外にガイドブックライズ、ウェービングフェム、その前に進出、その外からカルパーニアサンセット、内からはグージーナン、その外にチェロキーコンバット、キャピタルシスティーナ、それに続いていますジェンティルドンナ、後ろからシンガリからジェンティルドンナ、足元ほぼシンガリですね。前の方からもう一度見ていきましょう。10番プレザントアクト、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ10番プレザントアクト、まだ粘っています。2番手はオーバーシカラード、
間を挟んでバイスプローブ3番手ジェンティルドンナ、ジェンティルドンナどこだ、内だ、中を突っ込んできた、一気に先頭だ。ここで先頭はジェンティルドンナ、2馬身から3馬身引き離す、あと 200m 勝ったでしょう、まだ後ろ強い。2番手はカルパーニアサンセット、ジェンティルドンナ、この馬で圧勝です。ジェンティルドンナ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はカルパーニアサンセット、3着にロッキーアイアン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最後尾から圧勝でしたね。 G1 3連勝、ライバルはカルパーニアサンセットも打ち破りました。さあ次です、パシフィッククラシック型のインサイトですが、8番人気全然人気がない。ちょっとケモンデュードか、これはなんで挑戦させたんだっけ、無理でしょう。ダイジェストいきましょう。デルマー競馬場 G1 パシフィッククラシックダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ボートラーンド先頭、さあ大接戦、ムーチョマッチョマン残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はゲームオンデュード、ゲームオンデュード先頭、ゲームオンデュード先頭だ、ゲームオンデュード、危ぶに沈みましたね。1着2着はムーチョマッチョマン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。12着壁の厚さを感じさせたレースでした。さあ次です。インターナショナルステークス G1 ルーラーシップシュリス・デゼーグルとの対戦、シュリス・デゼーグルが一番人気、ルーラーシップ138になるんで、これを追って133のシュリス・デゼーグルぶつけて倒したいという算段ですが、そんなうまくいくんでしょうか。おっとちょっと待ってよ、戦法変えられるな、これ考えどころですね。先行策で勝負です。レース行きましょう。ヨーク競馬場 G1 インターナショナルステークス芝 2100m、 倒すぞシュリス・デゼーグル。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パー、コースタート、ゴールデンライラック、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴールデンライラック花に立ちます。その後ろからはパー、この馬も上がっていく構えです。さらにはフェアトロメオ13番、キャッチニーベアラー、その後ろ先手を取ったのはゴールデンライラック、好位置をキープしています。ルーラーシップ、ルーラーシップ結構前に行きましたね。すぐ後ろオレンジの帽子シュリスデゼーグル、その後ろキャプティブカリスマ、それに続きます。最高できるか、好位つけております。キートフォーネット、その横にアストリッドガラ、マスクとマーベル、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。少々スローペース、
後方の馬は届くでしょうか。スローペースなんで、先頭から最後方までおよそ10馬身、いつまで前に行ったことは正解だと思います。ノーティアラナス、そのうちに続いています。さあ、ここ直線長いですからね。内からはアンサーズバウンダリー、本当の勝負はこれからです。内を経済コースを回って4コーナー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。コースが空いてくれるか。レースを引っ張ります。パーですね。先頭は2番手はゴールデンライラック、キャッチヌイベアラ、3番手ルーラーシップ、ぐんぐんと差を詰めて、ルーラーシップ落ち出した。400m 長い直線、ここからどうか。デモンリュードも来てるぞ。あと 200m、 ルーラーシップ先頭だ。しかし後続の足色も、さあどうだ。シュリスデゼーグル来た。並んだ。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。わからない。シーズデゼーグルと、これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度ゴール前並んだ。かされてんじゃないの。かされてますね。残念。惜しい。本当にそれ。ヨークシャーオークス、天のイナバウは出走。1番人気。3歳以上、芝 2400m。112だから、決していいとは言えないよね。グリーンドリームとかも強いもんね。レース行きましょう。ヨーク競馬場牝馬限定 G1 ヨークシャーオークス、芝 2400m です。押し出された一番人気感はすごいしますね。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジラルディラーリーワウ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくジラルディラーリーワウ行きました。続いて前へ行くのはモシーン、さらにはムーンウェーブ、16番レインドリーム、その後ろ先手を取ったのはモシーン、好位置をキープしています。アマノイーナバウアー、これに続くのがガンドリアサンタイム、その隣にアローナックル、ヘザーカール、すぐ後ろオレンジの帽子バズ、その後ろステディサージュ、この馬もこのグループ、すぐ後ろにスパイトフルエレガンス、並んで11番サラリンクス、すぐ隣にマッチレス PK、 その横にジョリエッタブラッド、これに続いてフェイバーアルボラーダ、最後方にセイクリッドアミーラット。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで4番手に上がってきました。G1 馬モシーン、依然として先頭、すぐ後ろにジラルディラーリーワウ、さらにはレインドリーム、その後ろからはまず競馬場位置をキープしています。アマノイーナバウアー、並んで6番ムーンウェーブ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ガンドリアサンタイム、それに続きますアローナックル、そのうちに続いています。その外からステディサージュ、さあ先頭は依然として7番モシーン、ここからの末の勝負だ。レインドリーム、3番手アマノイーナバウアー、これはいい位置につけています。いい位置だが、ちょっと届く、大丈夫なのか。あ、でも中割ってきてますね。あと 200m、 さあ先頭は今度はレインドリーム。あ、でもレインドリームに完全に受けられた。アマノイーナバウアー、レインドリーム、レインドリームに敗れました。レインドリーム、ゴールイン。2着はアマノイナバウアー、3着にムーンウェーブ、勝ったのはレインドリーム、見事な勝利です。
ライバル馬みんな勝ってるもんな、この辺勝ったのジェンティルロンナぐらいだよな。さあ、新潟2歳ステークス天の丸森、あの小玉でしょう登場、1番人気2番人気を占めております。本市は小玉でしょうの方ですね。両方ともソングオブウィンド3区となっております。さあ小玉でしょう先方変えられます。うーん、まあとはいえまあこうかな。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 新潟2歳ステークス芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネケイティ先頭、残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は天の丸森、さあ小玉でしょが迫ってきている。天の丸森意地を見せる。2番手は天の丸森、天の丸森先頭、天の丸森丸森勝ちましたね。2着は天の小玉でしょ、3着にレッドレイブン、1番人気に応えました天の丸森、見事です。まあ順当勝ちだけど、もっと差をつけて2頭引き離してほしかったところ。まあでもそうです、これなんですよ、本格化これから。しかもスピード能力はトップクラスってことで期待しましょう。精神面ひ弱なんや。小倉日経オープン天の女子会ですが、赤石さん女子会4番人気か、印も悪い。オープン特別でも苦戦するんか。グランテッツァー、サンガライズベガ。ダイジェストいきましょう。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。外を伸びてくるが、先頭内から背はいいな。フレールジャック、先頭天の女子会かわす。2番手はフレールジャック、自信つけてくれたかな。これで1着でゴール、2着にはどうやらグランデッツァ、見事に勝ちました。天の女子会フレールジャック敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。52キロっていうのもあるしな。藤岡幸太騎手、さあタニタが入ってきました。腰の甘さ改善がすでにあります。サヒナスミレか、うん、あマイガールは残念ですね。だから3頭です。うち海外 G1 は2勝、カレンちゃんに期待です。丸森海外行くんだ。ステップレースだったんですねこのレースは。お、今さてと、死んだっけ、直すやつ、直すやつなんだっけ。これ競走馬限定だよな。グループ育成、絆、友好深める、外国サンバーのおすすめ、まあ、外国サンバーのあれをあげるだけか。これです。これを使わないと意味がない。
お、2頭いるんですね。これ2頭とも野田ライオン。でももう1個使いましょう。持病のやっぱりあ、これは腰の甘さは後で治るケース結構あるから使う。のどなりよりは優先度低いな。さあブログです。ブログはバーデン大賞です。来週、今週ですね、期待しましょう。それから想定内、北九州記念2着か。まあ、うん、強い馬そんな出てないよな。パリ大賞典のこれが強いぐらいか。さあスマートファルコンちょっとレース何出すか考えようって言っても出すレースないけどな。出すとしたらここですよ。ゲームオンリュードを潰しに行きます。ミビウス潰すぞということですね。欲しいな。次は京都大賞典、まあいいんじゃないでしょうか。キャンキャンは南部杯、これで6勝か。まあ、地方重賞ばっかりだからな。まあ軽いレースに出すっていうことかな。1007の2200。軽いレースだな。うん、ここ出しましょう。一応一周項目しとこう。リースプレデュード次第ですね、G1 路線は。ニコニコがアイルランドセントレジャーへ長距離戦を突っ走ります。カドラン賞あたりで一周項目していいんじゃないかな。ブラックキャビア、スプリンターズステークスか。うん、でもそうじゃない。出すんだったらここカレンちゃん出したい。お？距離は長いな。だからここに出すわけにはいかないな。いくらライバル馬がいたとしてもここじゃないんだ。これ以上とかかな。これライバル馬いる？ライバル馬いるみたいですね。一行 G エベレスト登録料5000万、行くぞ。ルーラーシップも選んでますね。いや普通に G1 でいいでしょう。中距離 G1 で。起点とかでもあるけどな。
そういえば凱旋門賞って誰か出んの？凱旋門賞ギリギリだよな、距離が。オーシャンパーク潰しにかかってもいいかもな。ここかな、イギリス。でもちょっと弱いな、メンツが。ダートはダメなんだよな。ラボがいる、ランケルいる。距離ちょっと厳しいけど出すか。いや出しちゃダメだから、ここじゃない、ここじゃなくて、もうちょっとあとレースに出さないとダメなんだ。ここ行ってみるか。あーでも距離が違う、ここ距離が微妙に短い。ここだとメンバー軽いしな。オルフェーブルいるしな。ここも含めて凱旋門賞出るか。休まずに凱旋門賞行きましょう。でブルーレイ、凱旋門賞だったら一周放牧してもいいってことか。芝だから大丈夫。そばにいるねは勝ち星を積み重ねたいとこです。そしてカレンちゃんも同様ですね。その辺はスプリンターズステークスを狙いに行きたい。マノトゥルースはなんだこれ。いや無理でしょうということで、10月を1周あたりの中距離戦、やっぱりこの辺か、こっちですよね。こっちかな。毎日王冠コンプトンソネットにぶつけていきます。でグーがシリウス、ランケル、ウェーブル放牧か。ツイッターはまだ一生だからな。天皇賞秋はいいと思うんだけど、逆にこっちはマイルいけるんですよね。こことか、ここでも OK。まあ、フランケルいるから出ないけど、ホレッショーはゴールド&バイロンが強い。オーシャンパークあたりか。まあでもオーシャンパークってメンバー弱いよな。クイーンエリザベスステークスっていうレース出ますが、ここちょっと登録だけしてみますか。行ってみよう。あ、だからつけ音疲れがひどいな。
まあ、ただ勝ってるからな、ここはやっぱり無理をせずですね、フィッツも出ようというのか、まあ、調子いいですからね、札幌記念まで勢いがあるし、距離適正がとにかく限られて、天空きしかない、天空きか毎日王冠かっていうとこですよね。毎日王冠かな、でも疲労してるんだよな、結構毎日王冠疲労するよりは天空き一発勝負の方がいいかも。山ガールもお前も行くのか、いや山ガールお前は違うだろうってことで、山ガールは距離適正になる、長いですからね。1008の3000っていうのを覚えておきましょう。あー、たくさんあるな。どっちでもいい。あ、こっちかな。ホワイトロードを倒しにかかる。で、蓮舫が定通り、マイガールはミンステークスを勝った。まあこの距離ならいいんじゃないでしょうか。海猿んこれって要裁判か、海猿が置くとは、放牧でよかったような。さあ、喉がいい改善しましたんで、これからが楽しみ。AKB こんなとこ出してるわけにはいかないでしょう。1004の2400。これは秋華賞と被るんだよな。ここ出したい、秋華賞に出せなくなります。でも秋華賞直行ですよね。あ、でもジェンティル女がいるのか、無理だ。ジェンティル女には勝てない。やっぱりこっちです。カプスサーキットとぶつかります。アリエッティがまあ順当に。ヘビロテも出るんですね。あー、 G1 か。まあでもスプリンタークラスだからな。お、行きましょう。セントウルステークス。ここ次第だろうな。ここの結果次第です。スプリンターズ出れるかどうか決まる。どう思います？まあなあ、3歳限定だからいいと思うけど、なんか同じレースばっかりじゃつまんないよな。9月を4週だったらオルカマ、こっちですね。シオンステークス、こっちに出しましょう。ビルシーナ、凱旋フェムラが登場です。パロリッキア、カトレ、普通に行けばカトレアですが、こんなとこで黙っちゃいません。もう一回海外の G1 に挑戦です。大丈夫かな、距離。まあ出しましょう。中距離なんで持ってくれるんじゃないかな。で、タニタがデビュー戦。タニタ芝ですか。北村か。北
北村でいいんじゃないの。北村雄一。期待できそうなんで松山君にしましょう。これ関西はどうなんだろう。早速騎乗依頼です。スノードラゴンな。海外 G1 初勝利だったんですね。首位互角、相手はマーレクか。マーレク強いな。確かにクラゲが出てきます。鶴丸レオンか。じゃあ行きましょう。4周目か。これがまあ3レースしかないからな。スプリントカップカレンちゃんです。1番人気120、マーレクが118なので、もうマーレク相手ですね。勝ってほしいですね。レース行きましょう。ヘイドックパーク競馬場 G1 スプリントカップ芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キネスストリーン好スタートを切りました。シリウスオーカサス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくキネスストリーン行きました。続いて前へ行くのはシリウスオーカサス、さらにはハルシオンクレバー、6番エクスプレストワイニング、その後ろ先手を取ったのはハルシオンクレバー、好位置をキープしています。カレンちゃん、内からはアプライドシャイン、その外からシリネラチケット、カットラスモア、そのうちに続いています。その後ろからはマーゴット、あ、カレンちゃん力強い伸び足、ルビーシックス、その外にカナディアンサーストン、いいですよ。カレンちゃん残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者でもなんか内からすごい伸び足の馬がいる。先頭は今度はカレンちゃん、マーレク抜けた、マーレク抜けられた。先頭はマーレク、1着でゴール、2着はカレンちゃん、3着にジャーニーコプラン、勝ったのはマーレク、見事な勝利です。惜しいレースが続きます。カレンちゃん、バーデン大賞天野ブログです。1番人気123、ナサニエルの112があれなんでチャンスですね。アンビシャスドラゴンぐらいか。レース行きましょう。バーデン競馬場 G1 バーデン大賞芝 2400m です。こちらドイツのバーデンバーデン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはフェイクイノセンス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフェイクイノセンス花に立ちます。その後ろからはワーキングメッセージ。この馬も上がっていく構えです。天野ブログ、どうやら後方からの競馬では、前の方からフェイクイノセンス先手を取りました。アルカジーム、すぐ後ろ、その後ろにワーキングメッセージ、その外にマキシオス。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。ガイドブックアップライド、そのうちに続いていますナサニエル、それに続きます。その外からバンクスチョイス、その隣にプリンスビショップ、すぐ隣にカランドジャイアント、すぐ後ろにエクストラデライト、その外にアンジェラストリーム、赤の帽子アブサロムファミリー、その後ろ内からはヒルイベント、その外にアンビシャスドラゴン、天野ブログ。この位置です。最後方にブリーフアイボリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番フェイクイノセンス、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、間が空いてアルカジーム、すぐ後ろにマキシオス。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。少し開いてガイドブックアップライド、前はフェイクイノセンス、フェイクイノセンス後続を引き離します。2番手はアルカジーム、マキシオス、3番手天野ブログ、まだ来ない、後続集団も追い上げにかかります。ブログどこにいるんだ。さあ先頭はアルカジーム、よくわからん。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。先頭変わってナサニエル、ナサニエルだ、うちがついてきた、だが届かないな。天野ブログ、これは強い、ナサニエル先頭だ。先頭やられました。1着でゴール、2着は天野ブログ、3着にプリンスビショップ、勝ったのはナサニエル、見事な勝利です。札幌2歳ステークス天野フラゲ登場、ピアスの天野フラゲ1番人気、そして2番人気にクラブバエピファネイアがつけております。フラゲだからエピファネイアの方が20丸が多い。ベルスベイルなんかも有力馬ですね。ダイジェストいきましょう。札幌2歳限定 G3 札幌2歳ステークス芝 1800m 天野フラゲエピファネイアが勝負です。短い直線に入って後続は届くかどうか。抜けましたが、でももうエピファネイア来ている。エピファネイア抜けた。2番手はウィンドモナシア、エピファネイア、エピファネイア1着、3着かに敗れましたね。3着に天野フラゲ見事に勝ちました。エピファネイア、小倉2歳ステークスにクラブは凱旋リア充、黒三角か、二重丸はオリーブリードン。ダイジェストいきましょう。小倉 G3 小倉2歳ステークス2歳限定芝1200m の電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ワンダリングエイジ先頭、さあオリーブリドン一気に来た。オリーブリドン抜けた。後方から一気に凱旋リア充、オリーブリドン一着、二着ですね。凱旋リア充はオリーブリドン見事一番人気に応えました。これだけか、海外4つ出るんだよな。フィッツ3位、カレンちゃんが放牧、まあスプリンターズですよね。次はブログはオールカマーに出る。
まあ、オールカマーぴったりですよね、条件には。ブルーレイもいるんですけどね。フラゲがカナステークスへ。距離はでもどうかな、早く重賞取ってしまいたい。前優先のレースをちょっと挑ませた方がいいですね。ここか、サウジアラビア。エピファネイアがいる。スタートはダメなんで、ここじゃないよな。アルテミスステークスに登録しましょう。トール登録するけど、まあでもここがやっぱり試金石じゃないかな。注目度低い想定内。うん、ヘビロテ3番手か。もう一周いっちゃいましょう。ネクスト、ウッドバインマイルステークス、天のアイフォン一番人気です。118、ムリットイタジャーがとにかくライバルですね。レース行きましょう。ウッドバイン競馬場 G1 ウッドバインマイルステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはゴマリットイタジャラ、ムーンライトコントライト。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してムーンライトコントライト鼻に立ちます。その後ろからはゴマリットイタジャラ、この馬も上がっていく構えです。さらには天のアイフォン10番ペンダントコンフィデント、その後ろ先手を取ったのはムーンライトコントライト、大きく離れましたアミューズフリー、内からはディプチエクスプレス、その外からミッドナイトインタールード、その外にインテントカナリー、ディスコレース、そのうちに続いていますスマートリーラピス、上がっていきました。その後ろからはサーチングキャナー、すぐ後ろにウィングドタスキラム、赤の帽子ノーンオールウェイズ、その後ろ、さあ先頭はまだ11番ムーンライトコントライト、2番手は天のアイフォン、これは絶好の手応え、いい展開。リッチエクスプレス3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。外から来ているぞ。最後の追い比べ、先頭は天のアイフォン、残り 200m、天のアイフォン意地を見せる。意地を見せてほしい。オムリットイタジャー迫ってきた。天のアイフォン先頭だ。粘りました。2着はオムリットイタジャラ、3着にインテントカナリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ドマインマイル制覇です。絆アープ。そして、モイグレアスタッドステークス、天の丸森一番人気。一応一番人気ではあるが、
押し出された一番人気感もありますね。レース行きましょう。カラ競馬場 G1 モイグレアスタッドステークス2歳限定芝 1400m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはロスデュクイーン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロスデュクイーン花に立ちます。その後ろからは天の丸森、この馬も上がっていく構えです。さらにはプレシャスチェイクニー9番アドボケーターアイディア。ここから直線競馬ですね。先手を取りました。その外からパインカリフォルニア、スワンアップ、それに続きます。これに続いてヒュージサンシリアン、その外にレネジックドソフィア、内からはブースターアンサーズ、その後ろからはデンジャラスディスガイズド、オシアンプロトン、そのうちに続いています。さあ先頭はまだ無敗のロスデュクイーン。ロスデュクイーンをマークする形、捉えられることはできるのか。絶好の手応え、アノマロリー追い出した。先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、差が詰まらない。ロスデュクイーン先頭、厳しい。後続も横いっぱいに広がっている、ね、あと 200m、 先頭は変わってパインカリフォルニア。外の方が伸びている。抜けた。ウロティラ先頭だ。ウロティラ、ウロティラ1着、2着にはどうやらパインカリフォルニア。勝ったのはウロティラ、見事な勝利です。マルオリーはちょっと厳しかったか。レース後の消耗が激しいって言われてる。まだですね。さあアイルランドの、メイントロンステークス、天のそばにいるね。1番人気118110を超える馬はいないが、イモータルバースですね、先輩、最大のライバルは。頑張ってほしいところ、レースです。レパーズダウン競馬場 G1、アイルランドのメートロンステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアストロンウィーン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアストロンウィーン花に立ちます。その後ろからはヘイスピケニーさん、この馬も上がっていく構えです。さらにはブリジットカルビニア、古豪ファーダルザビール、その後ろブリジットカルビニア、先手を取りました。これに続くのがプライマルバックファインダー、内からはトーキングヴィンテージ、並んで13番クリシアダンスーズ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。セカンドザデー、そのうちに続いています。白の帽子キャロルウッドマジソン、その後ろ、その隣にコーニッシュカクテル、その後ろからはキュアザオーバー、天のそばにいるね、この位置です。並んで12番アメリアスケタイ、先頭は依然としてブリジットカルビニア、2番手はアストロンウィーン、天のそばにいるね、この位置から届くのか。後続もどこにいるんだ、そばにいるね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。誰だ、そばにいるね。先頭だ、そばにいるね、先頭へ。先頭だ、後続を大きく引かれた。よし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 、2番手はイモータルバース、勝ちました、そばにいるね。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はイモータルバース、3着にトーキングヴィンテージ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。挑戦してよかった、まさしく日本が世界に誇れる馬です。あ、メントロンステークス連覇ですね。アイリスチャンピオンステークス天の想定内ですが、2番人気、1番人気はダジサマンですか。ナイスマン117、想定内106なんで厳しいです。トワイスオーバーまでいるからな。ダイジェストですね、ここは。レパーズダウン競馬場 G1
アイルランドチャンピオンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラジ様先頭、早くもラジ様先頭か。これはセーフティーリードか。残り 200m を通過してラジ様後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ラジ様1着、話にならなかった。ラスキーオピニオン3着にカールトンハウス、勝ったのはラジ様、見事な勝利です。ラジ様強かったな。想定内はなんと11着。さあシオンステークスに天の女子会出てきます。2番人気、1番人気クラブはビルシーナ、凱旋フェオクラブはですね、ウィルシーナグリグリとなっております。やっぱり強いな。女子会は権利取るのがやっとだろうな。なんせ小倉日経オープン勝ったばっかりだからな。さあこの後先方勝負いきましょう。先行策ダイジェストです。中山 G3 シオンステークス芝 2000m です。さあいよいよ直線の攻防、ビルシーナ強いな。残り 200m を通過して後続は遥か後方、残り 100m、 2番手は天の女子会ビルシーナ、この馬で決まりか。ビルシーナ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は天の女子会、3着にミッドサマーフェア、ビルシーナ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。女子会2着でしたね。キザレベルアップ。さあそして京成杯オータムハンデ天野蓮舫です。カブト山さんリアルインパクトか、これ強いですね。あそうでもないか、4番人気か。天野蓮舫1番人気、ヤパパネとかいるんだ。でもファリダットの方が人気ですね。天野蓮舫は本誌でも20丸、バニーキブライトライン、パリダット、トライアフマーチあたりも怖いな。ダイジェストいきましょう。中山 G3 京成杯オータムハンデキャップ芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。中割ってきた、先頭あと 200m ブライトライン追い上げてきた、ブライトラインだ、ブライトライン抜けた。2番手は天野蓮舫、ブライトライン1着、伸びなかったな最後、見事に勝ちました。ブライトライン天野蓮舫敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあセントウルステークス天のヘビオテは3番人気、1番人気クラブーバー凱旋アスアクス、同じく凱旋ドンカンも4番人気で出走です。2番人気パドドロワですね。
回戦は楠が本命、本市、本市も20マイル。これなんだ NMC って、 NHK マイルカップか。ヘビーローテはこのままでいいです。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 産経賞セントールステークス芝 1200m の電撃戦、ヘビーローテにとっては重要なレースです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。うち先頭はパドトロワだ。さあグランプリボス一気に、グランプリボス、なんだこれ、伏兵だ。グランプリボスダメだ。バドトロはグランプリボス、ゴールイン2着は微妙です。見事に勝ちましたグランプリボス。ちょっと力不足、スプリンターズを出走は諦めざるを得ないっていうとこですね。ヘビローテはまあ52キロでこれだからな。坂も良くない、パワーがヘビローテは。AKB 旋風だったんですが、海外に、このエースは海外2頭ですね。アラフォーとニコニコ。セントライト、トレブがついにデビューです。あ、ドラッカー除外。そばにいるや、イモータルバースト。お、想定内やってくれましたね。さあこの週までですね。今回はお、スマートファルコンが、まあ、こういう時は竹豊を乗せればいいんです。さて、ジョッキークラブゴールドか。次はヤマのアイフォンがウッドバインマイルを制してくれました。これ9勝目か。起点は微妙なんだよな。マイル戦に出よう。さあどこのマイル戦に出るかですね。まあ、いや任せる。ここもあるよな。でもここです。あ、フランケルからいいのか。任せましょう。ファーストレディー、まあでもここなんかもいいかもな。誰も出なかったらここ出てもいいけど。なるほどね。ちょっと難しいな。 iPhone もう金札獲得してますからね。このまま出すか。フィリアンドメアーズ、健康値だけダメなんだよな。で性格臆病は相変わらず治ってないと。丸森はやっぱりちょっと無理でしたね。まだテミス大丈夫かな。まあ全然大丈夫でしょう。距離がむしろ短かったんかもしれないですね。そばにいるねがこれ6勝目です。日テレ杯なんか出してる場合じゃないです。こうなったら
日テレ杯はやめときましょう。戦後の2100、難しいですけどね。ここかな、ファーストレディステークス。そんなあのメンバー軽いし、これならチャンスあるんじゃないかな。そばにいるね。もうあ、5歳だしな。想定内どうするかですね。ちょっとこれ負けすぎ感があるからな。あ、ここは無理でしょうね。放牧して国内レースだろうな。富士ステークス、女子会がシオン2着。普通だったら秋華賞ですが、ちょっと自信ないな。まずはやっぱしっかり重賞取っていくことがもう課題なんじゃないでしょうか。スタートはダメなんだよな。エリジオとかぐらいしかないしな。ここですよね、やっぱり。ならば、いや、ここじゃないよな。ここはまだ厳しいと思う。レフォスプリンターズ、いや距離長いよね。ついに周放牧でちょっと様子を見ましょう。スプリンターズは出さない。そしてヘビロテもスプリンターズ言ってますが無茶です。カレンちゃん以外スプリンターズ出しちゃダメだよな。カレンちゃんは出すっていう感じですよね。調子がね今一歩なんで、この辺をどうするかですけど。でブログはどうするかな。まあ休ませないとダメだから、ちょっと全然勝ててないんだよな、昨年のジャパンカップから。でフラゲがソポロ2歳3着だからアルテミスってとこですよね。他のリッキーが、低いかアラフォー、まあ G1 取ってないしな。お、イクメンがセントライト記念に出てきます。菊花賞トライアルです。本当得意使ったばっかりだからちょっと敷居が高い。アリエッティがローズステークス、これは、強いんじゃないかな。 G2 49着ってこれはあれか、札幌記念か。どうでしょうね。はい、ということで今回ここまでですね。
はい、ウィニングポスト9、2021、今回はここまでとなります。ツイッチで配信をお送りしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントプリーズフォロー&、プリーズツイッチマイアカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後22日21時からプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。リスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント、ございます。アカウントアクセスしていただき、フォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX マイアカウントプリーズ、ま、アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。